放送席、そして寒い中、たくさんお集まりいただきました、マリンさんの皆さん、投打に活躍のお二人にお立ち台に上がっていただきました。まずは井上選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。3安打、4打点の大活躍でした。いかがですか、この成績は。いやもう試合がやっぱ初勝利ちょっと上げたいなと思ったんで、もうなんとかして、勝ちたいという思いで、打席立ちました。特に2打席目のタイムリーと振り返っていただきたいんですが、素晴らしいバッティングでしたね。まあそこはね、もうちょっと風とかちょっと雑念あったんですけど、もうなんとか気持ちで、はい、持っていきました。そして3打席目の満塁の場面はいかがでしたか。満塁はちょっと緊張しました。でもそこも気持ちですね。もうなんとか、初勝利を挙げたいっていう、もうその気持ちだけでした、はい、もう左に右に広角に打ってらっしゃいますね。まあ、キャンプからそれはやってきたことなので、はい。さあこれで6試合連続ヒット中、2試合連続タイムリー、最高のご自身にとっては開幕スタートなんじゃないですか。まあ、そうですね、このマリンに帰ってきて、打点とか、まあ、ホームランを今日は、風に乗して打ちたかったんですけど、まあ、そんなことよりね、まあ、もう本当に初勝利を挙げたくて、はい、もうそれだけです。隣の佐々木投手はどんな選手ですか。もう可愛いっす、はい、そうですか。それでは今日寒い中、たくさんの方がこれだけ集まってくださいました。ファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。寒い中、ありがとうございました。また活躍します。よろしくお願いします。見事な活躍の井上選手に盛大な拍手を送ってください。では場所を変わっていただきましょう。お待たせしました、プロ初登板、プロ初勝利、ドラフト1位ルーキー佐々木投手です。まずこのお立ち台の雰囲気はいかがですか。そうですね、すごい、はい、気持ちいい景色です。プロ初登板となる昨日、前日はよく眠れましたでしょうか。いや、前日からすごい緊張して、あんまり寝れなかったです。さあそして初めてマウンドに上がったわけですけれども、ご自身振り返ってみていかがでしたでしょうか。まあ、本当に、まあ、いい内容とは言えないようなピッチングでしたけど、まあ、本当に先輩方が、打ってくれて、勝ち投手にしてくれたんで、本当にすごい嬉しいです。このZOZOマリンスタジアム独特だとは思うんですけれども、この風速は結構気になりましたでしょうか。そうですね、最初はすごい、まあ、風に戸惑うこともあったんですけど、まあ、その、まあ、田村がそれを利用して、まあ、いいリードしてくれたんで、はい、すごい助かりました。田村選手とは94年生まれ、同い年ですもんね。キャンプの頃からいろいろと相談にも乗ってもらったと思うんですが、今日の田村選手いいリードしてくれましたか。まあ、本当に頼もしい、まあ、キャッチャーなので、まあ、本当にこれからも、まあ、勝ちを重ねていけたらいいなと思います。あの5回にマウンドを降りた時に伊藤監督が何かコメントされてたと思いますが、どんなことを話されたんでしょうか。そうですね、なんて言われたっけ。次回にしときましょう。さあそれから入団会見の時にはですね、大谷選手と対戦をしたいというふうにお話をされてました。今日フォアボールは出しましたけども、その後三振も取りましたね。そうですね、すごいバッターと、はい、対戦できて、まあ、本当に言ってもやれないところだったので、はい、三振取れてすごい良かったです。そして5回の最後のバッター、中田選手を3球三振に仕留めました。まずガッツポーズも飛び出してましたが、はい、良かったです。さあ日本一のファンがいるこのマリンズですが、佐々木投手にとってどんなチームですか。いや本当に、まあ、日本一のファンの皆さんと、日本一のチームで、日本一を目指してやっていきたいなと思います。さあそれでは最後に改めてですね、
自己紹介も含めて全国の野球ファンの皆さんにマイクを渡しますのでメッセージをお願いいたします。こんばんは、はじめまして、佐々木千早です。今日は寒い中応援ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。おめでとうございました。当然大活躍の井上選手、そしてプロ初登板初勝利佐々木投手に盛大な拍手をお送りください。放送席マイクを返します。意外と井上も佐々木も冷静なコメントで、ね、対応してくれました。まあそうですね、でもまあ純粋ですし、ね、まあね、ここからまだ将来性がある両名ですから、はい、まあどういった道をたどってこのマリーンズを支えていってくれるのか、まあ楽しみでしかないですよ ね、 井上にとってもこのシーズンの入り、まあ、自慢のバットではね、好調キープ。まあ、今日はね、特にこの佐々木の勝利に向けては3本のタイムリーヒットは本当に大きな援護になりましたね。いや、大きかったですよね。そういった面でもこの2人の活躍っていうのは、まあ、今年のね、マリーンズの日本一っていうことに関しては欠かせない存在になってきますよ ね、 ね、佐々木もさすがに最初はあの風にちょっと戸惑いましたという話がありましたが、まあ、まあ、最初の登板でこの風を経験すると次の6メーター、5メーター、そのあたりの風